くありましたからね、内容自体は良かったですよね。そうですね、ありがとうございます。そろそろお別れの時間となります。今日の解説は北澤豪さんでした。北澤さん、いろいろお話ありがとうございました。ありがとうございました。